生懸命戦ってくれている EDF 隊員のみんなが一番大変なんだから、私が不満を言ってちゃダメだよね。今日の1900、まあ、WS カンパニー製のシェルターだったから全然不満はなかったけど、レーカインドレンドレンベリ、これからも勇敢な EDF 隊員の皆様、アサルトライフルが出た、応援させていただきます。威力29までやると300発撃てるし、リロードが短い、これ使いやすいな。まあやっぱ機能はええな。53000、高い。ただショットガンはまだいいか。お、買えるの？お金持ち。ギリギリギリ。スナイパーライフルの C が53000、威力120で、洋館に120。そもそも戦車4台までって言うけど、4台も持てないんじゃないかな。コストの問題で、コストオーバーで、うん、トルーパーだって120ぐらいじゃなかったっけ、160だっけ。トルーパーさん何個持ってんの。でも1人1台持ってきゃってことじゃない。トルーパー120やったかな。トルーパー120だったら4台持てないわ。戦車持ってない、うん、3台でマックス。あの4台いてんのがその試合中トータル4台なのか1人4台なのか分からへんけど、うん、まあトータルじゃない。あの GK プレデター忍者っていうのが52万で作れるんだけど、これって得点。カインドレッドレベリオン、ここはバリアー組んでいきたいところなんだけど。レーザーライフル、レーザーライフル、これ GK プレデター忍者って得点、52万のやつ。みんなみんな作れる。金がない。金がないだけだよね。出てはいる。普通のプレデターはこれは使えるのか。プレデター、プレデターってお前使ったことねえだろ。ないよ。あの怪しい挙動だぞ。アサルトライフルって書いてある。キエンザンみたいなのがね。あれか。使った。なんかわけわからん。キエンザンみたいなのが風の抵抗に負けて動くて。シュンシュンっていくやつだ。貫通属性ついてるけど貫通しねえっていう、してるのあれみたいな。あの敵は貫通するかもしんねえけど車とか貫通しないから車に当たって消えてくっていう。オッケー、まあまあ準備完了。次はカインドレッドレベリオン。も誰カインドレッドレベリオン。それが敵さんだよ。敵の名前、敵さんっていうか抜け兵抜け人、フレア隊。あ、元フレーダー人。ラッキーボール、ラッキーガール持ってるやつ、ラッキーストライク持ってんのいるぞ。ステータス感電って出てきたんだけど、感電なんて状態以上あんの。それも敵を感電させれるの。こっち。こっち。敵。感電も毒もあるんだよ。感電って誰がその毒は食らってるけど。毒のステータス以上かよくわからない。毒はあれでしょう。あのサソリの尻尾からベッてやられてダメージ受けてアイテム使えなくなるじゃん。アイテム使えるのかあれ。違う、ダメージを受けるモーションしてる間アイテム使えなくなってさ。ああタチアナがね、わがままボディなんだけど、タチアナが出てった。でどれがタチアナなのみたいな、ね、このエリアは数時間前例の超大型歩行兵器がいるはずなんだよ。ほら近くにタチアナが。あれ、ここじゃねえか。ここじゃないの。普通に正面から。スコール正体から付近でレベリオンの目撃報告もあります。十分警戒しつつ、アグレッサーの殲滅をお願いします。なんじゃこれ、トライルフルーンだ。おっせえ。おっせえな、それ。え、爆発もしないで。どういうこと。それなら、戦闘に終始できる。やべやべ、逃げろ。けどよ、あの六本足のデカブツが戻ってきたらどうする。リロードも不調整し、アニコの不戦闘。ない感じ。おじけづいたやつだから、ね、ガードやばいんです。タカちゃんを立てて、タカちゃんの方向に向かって全力だ。無理もないわね。メンゲル博士が先生を強制する。無理だな。誰か今は待つしかないさ。こちらライトニング3、シリオスが爆炎エリアに向かってる。きっと死ね。死ねうわー、オーバーヒットさせちゃった。もうダメだ、登れねー。ほら、倒してやるよ。あー結構来たな。カバギリが止めた。くるくる回ってる。アリがくるくる回ってる。上登れね。この時期さ、バック当ててもあんまり緩まないから一発のように長い方がいいな。
発の威力だって。俺の攻撃は一発で1000入るんで。これ4だよ。あっ、ちょっとこれがブレイザーの使い道がわからない。え、来てる来てる来てる。いや、一瞬で死ぬわ。ふう。じゃあ爆風でひるむんじゃねえよマジで。みんな頑張れ。ムカつくが。爆風でひるましてくるくせにすげえ攻撃頻度高いんだもん。俺もこれがウィンダイバー的なものにしようかな。いていて、めっちゃ効く、めっちゃ効く。回避回避回避。さあそろそろ復活だから、これどこに。オーバードライバー使わなきゃダメだ。いけろ。オーバードライバー使った方がいいよ。ここで。あ、まあ生きてるし使った方がいい。ふう。オーバードライバーって何か必要とか感じる。うわー。え、やべ、ちっけ。やられる前にやってやる。やられる前にやってやる。うわー。俺のレーザー、俺のレーザー、あれ、ふさりが死んだ。はいはい、よっしゃ、いい。そうでしたか。ジャンプねえんだ、こいつは。超いい。機動力がねえ。お役戻れや。全然はないのか。毒とは。小雲。小雲が早い早い。あ、こっちでかすぎて小雲見えねえ。小雲は無視するしかない。でか雲倒さないと永遠に出てくるから。いや、なんか小雲すげえいっぱいいるんだけど、なんなの。俺が前にいるから。そうか、叩き入れ以外、俺が前なんだ。なんでお前らそんな後ろおんねんっていう。これ、毒当たんなくない？ん？あの、毒、吐くやつ。あ、君が使ってるの。ああ、わかんない、敵によるって書いてるし。あの、狙いが定まらない。クモリ、毒が効くとは思えないんだけど。効くじゃなくて、当たらない。当たらない。標準がないから当たらない。ああ、今日はあなたの腕前の話ですか。死んだ。いやいやいや、見てて死んだ。アイテムを拾え。レベリオンにパクられるぞ。なんならパクってやろうぜ。あれ、なんか出てきた。ああ、エナジージェムを見つけた。行くよアデル。はい、オッケー。はい、ちょっとこれ人間でレベリオンのメックだ。強制的に位置をさせるのやめてほしい。回収回収。すぐに起きることもできるし、ほっとったら全体を起きるから。いや、回収してもらう。EDF に遅れを取るんじゃないぞ。3番隊は二手に分かれて左右から。アデルの隊は私の後ろにつきな。二度戻り、かかり。よし、2番隊続け。倒した。次。やった。回収したぞ。あ、アイテム落とした。お。落とした落とした。でっけえの落とすぞこいつら。殺せ。ちょっと待ってやれ。よーし、削る旅にもならねえってのによ。北斗。できますよね。めっちゃ飛んだ。めっちゃ近い飛んだ。どこ行った？どこ行った？終わったか？まだ、ウォーカーギアみたいな感じ。あれ、アイテムが消えた。次、あそこだ。お前たち、次、そこだ。ウォーカーやった。爆発、巻き込まれる。オッケー、めちゃくちゃあるじゃん。しちゃった。まだまだ足りないよ。アマゾンで来るから。でげえやつだから100ずつもらえるぞ。拾え。しょうがないね。カズじゃこっちがフルだって言うけど、俺たち4人しかいねえぞ。勝手なこと言いやがって。俺何もしてないけど。俺一人なんだけどって言ったわ。あれ一発でいなかったの。ここ HP200 しかねえんだけど。敵が逃げていくようです。
死んでた、みんな死んでた。くそ。ハイエナ無理よ。一人相手にいるからね。ふざけそうだこいつら。エナジージェムが必要なのだろう。あとあれあった？EDF が十分な量のエナジーコアを配給しています。っていうか隠しアイテム的なやつ。なかった。ないはずなのに。結構ランダムなんだよね、やつは。そういうことになっているんだがな。壊れねえ。ああ、この機動力が楽しい。この車壊れねえな。7777。今回車も爆発はするんだけど、壊れた後にそのまま残るからね。そこで止まるんだよね。あ、A で止まってしまった。お、なんかしらトロフィーもらった。何もしてないのに A なんやけど、何これ。ダブル A。 俺ヒダメージが大きいから。なんかいろいろトロフィーもらったんだけど、何なんだろう。全部星ついたぜ。ラッキーガード当てたからかな。でもね、そろそろね、やっぱ武器出てくれないとどうしようもないね。5年前のクーデター、俺は奴らを許さない。フューリアス持ってんでしょ。 あれさえなければ今頃アグレッサーども。フューリアス買ってないの？できたはずだ。店まだ買ってないんだっけ。あれ装備してたよね、さっき。フューリアス、うん、俺持ってる。だからオーバードライブしてフューリアス撃ってれば大体敵は死ぬよ。でもオーバードライブ1回しか使えねえからな。アクセサリー、グラス、グラス、ここぞという敵にメガネ。あ、このステージか。このステージ意味わかんないよね。なんか簡単に終わったんだけど。うん、まあ目ん玉潰していけば。クローザーか、なんだ。お、なんかすごく着弾時爆発したドリルで敵を貫き流す、かっけえ。マジクソ武器でしょそれ。うん、使いづれ。とりあえずこのドッペルアドラーが欲しいな。ドリルで敵を貫くって書いてるくせに射程超短いのね。貫けよ。撃ってすごいゆっくり向かってくる。クマさんの武器がイグアスとアラベスク。レーかペーかわかんねえけど。レーザー撃ってたじゃん、ピンク色のレーザー。レーザーカノン、レールガンとなんだっけな。レーザーキャノン。レーザーカノン両方かな。アラベスクは一発線のあのためで撃つやつ。俺もウィングダイバーにしようかな。ちょっと、ね、距離詰められたらもうどうしようもねえな。トルーパーは武器じゃ、アイテム持ってこなきゃいけないよ。アイテムとかお金取られるからできれば使いたくないんだよ。でもジェットリフターも防御力弱いからもっと引かなきゃね。あとね、小回り引かないよね。小回り引かへんし、挙動が違う前と。バシュバシュじゃないよね。おっと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 、危ねえ。前には早いんだけど。あっとっとっと、もう開始行っちゃったよ。トレイルブレイザー外せなかった。トレイルブレイザーとかいうクソ武器持ってきてる。起きたかったんだよ。起きたかったんだよ。チップスが、チップスが凍結状態っていうのがあるって出てんだけど。あ、でもあれじゃん、目ん玉からケツまで貫けば倒せるかもしんない。やってみよう。まあ目の前まで行かなきゃダメだけど、ね。俺のドリルは天を貫く。ガイキングじゃなくてあれか、グレンラーガンだな。敵の体内にある間240だけダメージ。敵の体内。これは当たり続けない。ゆっくり進んでいくんだよ。ゴリ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 。でも横に移動されたら、あのカプセルが潰れるかもしれない。あ、ドローン。どうやら侵略兵器が接近しているようです。なんかどうだっけ。作戦目標を更新しました。あ、ここだここだここだ。あるにか。了解。行動開始する。よっしゃ、ちょっとビルの上とか行ってみるわ。僕は死にましぇん。めっちゃロケット撃っちゃない。そのロケットなんじゃ、怖っ。このぐらい一発40しかダメじゃないから大丈夫なんだよこれよ。じゃあ俺が一発は700のやつ撃って、こんなん持ってきたの。ちょっと洗ってねえ。あさってる方向で肌見たら登れねえな。これクラウッチャー大丈夫。これなかったか。大丈夫。タカちゃんが落としてくれると俺は高いやつ。お、あった。あれがあったじゃん。俺の方まだあの変なアイテムボックス見たことない人っている。これ。ここ、俺の今いるところ、わかる。足ぶっぱして眺めよう。あれ？これだ。あ、ほんま、あ、これか。これ壊したらアイテム出てくるから、ちょっと壊してみる。ああ、そういうことね。ああ、なるほど。おいしい。そういうことね。
回復は置いとけよ。よし。あ、逃げてもらった。まあいいけど、ここは簡単だから。うん、で今壊した瞬間にあの大事なものだったらどうするんだってトロフィーもらったわ。これ捕まれたことないんだけど、誰か捕まれてるんじゃないかな。じゃあ体力あるやつくらいよ。ハーフ。おえ一発でこのダメージ。タケタンカイ。カペ入って。ああない。よしだ。あまだアクアシャン来た。威力めちゃくちゃ低いな。足でもいいからね。俺のこのレーザーで足を打つ。足だね。目の方が。目も打てばいいんだよ、こうやって。こっち向いたら目を打つ。ちょっと上にずらすだけだから簡単よ。はぁ。おい、早いこれ。田舎におる人たちはどうなるのこれ。かわいいっぽい。ちょっとよくわかんないね、これ。変身なのか、前が。当たってる俺のレーザー。当たってる、めっちゃいい。ボディトランジェル。これで最後。警戒してください。オーバーヒートしちゃったな。めっちゃ今すぐだね、これが最後。大体最後じゃない、これが最後。今回特にひどいやつ、このゲーム。これなんか捕まりそうだ。まだやったのに。背中から出てる黄色い E みたいなの怖い。オナラ虫が出てた、オナラ虫。いいで。あ、ほんまや。ゴム中嫌い。リードばっかやな。え、割と終わってみると全部バランスよく敵によって出てくるやつが違う。うん。青。この色によって何が違うんかあんまりわからない。青が生物。で、黄色がメカ、赤が、宇宙人、宇宙人というか侵略兵器的なやつかな。それによって武器が変わる。変わる。なんかよくわかんないけど、あのセントリーガンとか設置武器系が全部赤な。今月はあとどれくらいジェムを回収すりゃ黒字になるか。また出てきた。多いな敵。あ、アイテムを置いたまま来てるのは何なの、あれ回復か。回復。これが出てくる。これか。回復や。え、ダッシュしたら一瞬でなくなるゲームが。貫け。はあ。悟空的な。またぐら飛んでいった。レーザーの恐ろしさ見せてやる。そんなことよりラッキーがあるのが強いね。何撃たれた。撃たれた。しかも二連撃。あんな遠くから。あれ仲間復活させたら減らないの？減るよ。どうか。何が減るって？あの復活回数。あれラッキーガール当たったの死んでないぞ、なんで。クマさん待たずに即復活しやがった。こいつは体力7000よりあるもん。そんなにないだろ。だって回収しなきゃいけないじゃん。いや復活するよ。あの全員倒せる。アグレッサー反応消失。作戦終了です。聞いたぞ。うわぁ走りたい方がいい。オーバーライブなんかずっと飛んどけるの。あずっと飛んどける。無限定で狙ってるんだろう。花火。長いよ、短いよ。あ、で、バトちゃん、そこにいる。あ、終わってもだ。お疲れ、グローさん。お、ええー、や。15000。15000、だいぶ美味しくなってきたな。いや、増える増える。次、次で、アサルトライフル強いやつが買える。15000くらいもらえる。優先レベル。また変更になったんですね。次の装備もらえるやつってなんだ。50万ぐらいのやつか。スポンサーの偉いさんが住んでるシェルターが移動になったんだと。
結局お C が2つ見える。スポンサーを守っているってわけね。スポンサーなしじゃ今の俺たちはやっていけないからな。